こんにちは、さあやです。ちょっと今日はオープニングを撮り忘れてしまったんですが、私これから出かけるんですけど、お出かけ前の準備動画っていうものを初めて撮ってみました。メイク、ヘア、コーデの準備編です。ぜひぜひ最後まで見てください。エレガンスの下地のピンク色の使っていきます。これファンの方にいただいた鏡です。かなり伸びがいいので、本当に少量をこういう感じで伸ばして使っていきます。今日クマひどい。てかさ、なんでさ、寝起きってさ、こんなにさ目腫れてたりとかさ、むくんでたりするんだろうってすっごい思う。ファンデーションはイブサンローランのアンクルドポールオールアワーズファンデーション使っていきます。スポンジに伸ばします。イブサンローランのファンデーションは崩れにくいし、乾燥もしづらくてすごい好きです。こっちのアイシャドウブラシの方がね、なんか私やっぱり使いやすくって、結局こっちをねコンシーラー代わりに使ってます。目の際はひどいクマを、なんかブラシでちょっとある程度広げたら、指でポンポンポンってなじませるようにしてやってます。てかこんな風になんかでさ、すごいさゆっくりメイクしてるけど、そこまでめちゃくちゃ時間があるわけでもないんだよな。パウダーはする時としない時があるんですけど、今日はちょっとパウダーをしたいと思います。歯磨き型のブラシでつけるのにハマってます。でこれこの間あのロフトの購入品で買ったやつです。このブラシね、すごい良かったです。あの毛穴とかもすごい埋めてくれるし、なんか何より持ちやすくてすごいいい感じです。韓国で買ったねこのシェーディングをね使ってます。この真ん中と薄い方をこうくるくるっと、ちょっと薄い方多めに取って、なんとなく一応やってますよみたいな。あと最近こちらの薄い方を軽くブラシにとって、このくぼみのとこだけ少し入れてます。この薄い色があんまりこうなんだろう、主張もせず、ちょっとこう影作ってくれる感じでとってもいいです。眉毛描いていきます。今ねちょっと金髪になってきちゃったんで、またこっちのエクセルのねパウダーペンシルに戻しました。今日何のメイクにしよっかな。眉毛が上がりやすいんですよね、なんか喋る時の癖かな。アイシャドウはこの間ロフトの購入品で紹介したリンメルのショコラスイートアイズのソフトマット003番使っていきたいと思います。これね、あの買ってから次の日からすぐ使ったんですけど、めっちゃ気に入りました。なんかねすっごい可愛いの。まずこの薄い色をアイホールに入れていきます。マットすぎないし、すっごいすごい綺麗で、この上からあえてそのラメとか重ねても、もともとこれにラメが入ってないから、すごいそのラメがね綺麗に発色してくれたりとかして、ラメ重ねてキラキラに結局しちゃうのも可愛いし、マットだけでふんわりと見せるのもすごい可愛くて、めちゃくちゃ気に入ってます。この2つ目のカラーを二重幅に入れてきます。2つ目のカラーがすごいナチュラルな薄いね、肌なじみのいいカラーで、ナチュラルにふんわりと使えるんですよ。ちなみにこれが本当はコンシーラーブラシなんですけど、アイシャドウブラシにしちゃってます。そしたらこの3番目のカラーを、これはね割としっかりとした発色なんですけど、ポンポンポンって感じでちょっとぼかしながら、キワと目尻側に入れていきます。ちょっと今日は寝起きで目が腫れているので、ちょっと締め色目尻に入れておきます。でさ、なんかさ寝起きの顔でさメイクするとさ、なんて言うんだろう、夕方ぐらいのその腫れが引いてきた時に、えっなんかめっちゃメイクこうとか、アイライン不透みたいにさなりません？そう、それがねちょっとね困るんですよね。もう本当に下まぶたはあえてキラキラにしよっかな。いつも下まぶたもこちらのリンメルのアイシャドウ入れるんですけど、ちょっと今日は下まぶただけキラキラにしちゃおっかな。韓国で買ったこのホリカホリカのラメがめちゃくちゃ可愛いんですよ。動画でもね何回か登場してるんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、そうこれをね入れようかな。この下を涙袋に入れてから、さりげなくこうキラキラって入れると、ないのとあるのと、このねラメめっちゃ可愛いんですよね。中央だけ重ねたりとかしてもすごい可愛いけど、今日はあえてちょっとマットでいきます。こちらもこの間のロフトの購入品のリンメルのイルミナイザーハイライトクリーム、このねラベンダーのハイライトクリームを入れていきます。目頭と、これねファンデーションの上からのせても全然よれないし、サラサラになってすごくいい感じだし、このラベンダーのカラーがすごくね透明感が出てめちゃくちゃ綺麗です。ね、こするように塗るっていうよりはポンポンポンって感じでつけると綺麗に塗るかなと何回かやってみて思いました。めっちゃ綺麗じゃないこの辺。ちゃ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 。
鼻水出てきた。なんか花粉症ってさ、発症するときとしないときがあるんですかね。花粉症なのか花粉症じゃないのかいまいちよくわかんないんだよな。なんかすごい発症するときとしないときがある、謎に。ちょっと忘れてました。ちょんちょんってこっちちょっと多めに取って、手の甲で押さえて下目尻3分の1に入れます。ちょっと濃くなっちゃったーっていつもなるんですよね。そしたらなんとなく今日はチーク先やろ。この間買ったやつとか使おうかな。購入品で紹介したチーク、この2つを混ぜます。かわいい色。最近またねリキッドでよく描くようになりました。みんなはさ、出かけるときさ、その待ち合わせ時間の何時間ぐらい前に起きて準備しますか？なんか私、いつも普段のメイクだと1時間は多分かかんないんですけど、いつも余裕持って2時間ぐらい前に起きるんですよ。で、まぁ、ちょっと時間余って、ちょっとゆっくりして出かけるっていう感じなんですけど、服とかをね、決めてないときはもう本当に時間がなくなっちゃいますね。そしたらアイライン引いたら、これの一番濃いカラーでアイラインをぼかしていきます。だいぶ顔ができてきましたね。ビューラーしてきます。先にマスカラ下地塗っちゃいます。昨日ね、弟と一緒にスライム作ったんですよ。で、なんかキットみたいなのを使って作って、それをね動画にしようと思って撮ってたんだけど、うちらの作り方が悪かったのか、なんかフトフェチみたいなさ、そういうさスライムじゃなかったんだよね。全然液体こぼすし、結構パニックな感じになって多分ねサブで上がると思います。ヘレナのマスカラを上塗っていきます。そういえばこの間ね、サブちゃんの方なんですけど、いろいろ映画教えていただいてありがとうございました。次ちょっと借りるとき参考にして借りたいと思います。で、なんか今やってるアニメとかもね教えてくれた子いて、バイオレットねエヴァーガーデンはね私も今ね見てるんですよ。あれってさ、少佐さすごい気になる。絵もすっごい綺麗ですよね。まつげの調子がすっごい悪い。で、最近下はこのオペラのマスカラにハマってて、これはすごい細くて塗りやすいし、割としっかりと濃くねついてくれます。そしたらね、リップ塗ります。今日は先にこっちから塗っちゃいます。エクセルのリップオイル、これ上から重ねても可愛いけど、下にね塗るのもすごい可愛くて、でこれオイルが入ってるから唇がすごいプルプルになるし、これ自体に色はないんですけど、キラキラっとしてめちゃくちゃ可愛いです。これにしよう。キャンメイクのこの色めちゃくちゃ可愛いですよね。で、チークがちょっと薄いのでちょっとだけ足します。スックのこれ限定のチークなんですけど、この真ん中ら辺を、この間ねこれをアイシャドウだと思って間違えて持ってって、アイシャドウを忘れるっていう事件がありました。今日髪の毛どうしよっかな。てか服決めてないんだよな。服先決めなきゃだよね。上は今日ねちょっとこっちのこれスナイデルのニットと、こっちはウィルセレクションのニット、これはねここが可愛いんだよ。なんかちょっとシワになっちゃったの、なんだよね。これはねスナイデルのねギンガムのチェック、これすごい裾が可愛いんですよ。で、これはリリーブラウンのパンツなんですけど、これ前可愛いでしょ。後ろもねリボンになってる。どうしようかな。はい、結果こちらにしました。てか見えないよねここじゃ。とコンセントが今全部使ってて1個しかさせなかったから、前髪だけ向こうでちょっとやってきちゃいます。なんかちょっと前髪伸びたからくるりんができるんだ。いつもこれをお尻に引いて座高を上げてるんですけど、ちょっと今日背中に引きます。これねこうやってちょっとオフショルにもできるんですよ。かわいいよね。ちょっともうこれまだついてないけどもいいや。ちなみにコテは 32mm です。短い時は割と25で巻いてたんですけど、長くしたからまた32になりましたね。なんだか時間がちょっと足りない気がして焦ってきました。ちょっと急ぎます。スピードアップっていうのは要するに適当に巻いていくっていうことですね。めっちゃ急いだらさ、ここまでの工程何分でできるんだろう。口 OK。 今日雨とか書いてあったんですよ天気。そうだから絶対巻いても取れちゃうと思うんだよね。これでとりあえず巻いてしまってやね。口を外して巻いていく。あー疲れたー。髪の毛ってさ、こう巻いてる途中でめっちゃ飽きてきません？もう巻きたくないなーってなっちゃう。これ巻いたら終わりだ。頑張れ。よし。よしよし、オッケー。全然負けてないとこ出てきたー。もう全くのストレートじゃん。なんだこれ。ちょっと上にこれ重ねよう。
というわけで今日はですね、実際に私が出かける前の準備動画を撮ってみました。私いつも出かけ前になるとバタバタしちゃって、なかなか時間がなくて、こういう動画を撮ったのは初めてなんですけど、ちょっと時間の余裕がある時はね、またこういう感じのね、動画もやりたいなと思います。そしたら私は今からちょっとカバンをちょっと昨日色々出しちゃったんで、カバンの中身を準備し直して、編集とかしたりして、出かけたいと思います。というわけで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てねー。チャンネル登録お願いします。せやでした。バイバーイ。